株式会社モノタロウは、兵庫県山ヶ崎市に本社を置く、事業者向け工業用間接資材の通信販売会社で、事業者向けモノタロウと一般消費者向けインターネットホームセンター IHC モノタロウのウェブサイトを運営する。社名は、当社で取り扱う、間接資材が生産設備のメンテナンス、リペアオペレーションズのため必要とされることから、 また、モノタリル、さらに不透明な業界監修を退治する、モモタロウ、それぞれの意による、およそ1、800万点余りの商品を、ウェブサイトやカタログを通じて販売し、平日15時までの受注は、当日に出荷する。マスコットキャラクターの、モノタロウ侍を、配送より、朝日放送、MBS ラジオ、日本放送、TBS ラジオ、JWave、 2017年3月31日まで文化放送で、それぞれラジオ CM、2013年からテレビ CM をそれぞれ放送している。本社が入居する複合商業施設、ビル、リベルアマガサキディストリビューションセンター東京で起業、したが、資材問屋は大阪に偏在していることから、業務効率を勘案して、大阪へ移動し、雑居ビルの会議室に部屋程度に個名で創業し、 2008年に天ヶ崎市へ移転した。従来の東大阪市と大阪市住之江区から天ヶ崎のプロロジスパーク天ヶ崎3に集約して約1万3千坪の物流センターを稼働した。2011年5月に東北地方の配送と東北地方太平洋沖地震特需に対応するため宮城県多賀城市に約2500坪の物流センターを開設した。 2019年7月6日、大阪二括市内の産業廃棄物処理業者で、モノ郎が持ち込んだスプレー缶約3000本が、ガス抜き作業中に爆発し、モノ郎の社員と、モノ郎の下請け業者の社員、参拝業者社員の息子の3人が死亡し、モノ郎社員の息子が一時式不明の重体となったが、その後回復した。2020年2月13日、 大阪府警察はガス漏出致傷と消防法違反容疑などで死亡した3人や参拝業者の取締役ら計5人を書類送検しスプレー缶の運搬を無許可の業者に委託したとして廃棄物処理法違反の疑いで法人としてのモノタロウも書類送検した11月9日大阪地方検察庁は参拝業者の取締役をガス等漏出致傷罪で 在宅起訴し、三人は容疑者死亡のため、法人としての物太郎は、権威不十分のため不起訴処分とした。ありがとうございます。